世界陸上男子 400m 佐藤健太郎が44秒77絶対に出さないといけない日本記録を0.01秒更新決勝へ意欲ブダペスト世界陸上8月19日から27日ハンガリーブダペスト2日目ブダペスト世界陸上2日目のモーニングセッションが行われ男子 400m 予選1組に出場した 佐藤健太郎、富士通が44秒77の日本心をマークして各組3着までに与えられる準決勝に2着通過を果たした。ブダペスト世界陸上日本代表は日程や結果をチェック。日本の男子首相が予選から偉業を成し遂げた。一つ外側の7レーンには 東京五輪王者のスティーブン・ガーディナー、バハマがいる中で予選から積極的に行くしかないと、その背中をひたすら追いかけた。バックストレートではやや離される形となったが、200メートルを過ぎてから徐々に近づく。4番手あたりでホームストレートに入り、最後までしっかりと捉えて走ることができましたと、終盤はトップ争いを猛追。 44秒65で1着だったガーリーナーと差のない2着でフィニッシュした。日本人2人目の44秒台は間違いないという中で示された記録が44秒77。それを確認した佐藤は右手を高々と掲げた。日本のロングスプリンターが追い求めてきた日本記録、1991年に。 高野進が樹立した44秒78を32年ぶりに0.01秒塗り替えた。ただ佐藤はまだ目標の一つ、日本記録は絶対に出さないといけないと思っていましたと冷静だ。目指すのはファイナルの舞台。そのために準決勝もこれ以上のタイムが必要だとわかっている。1991東京世界選手権7位。 92年バルセロナ五輪8位と世界大会入賞を重ねてきたレジェンドの記録を更新した。次は結果をつかみに行く。準決勝は中1日明けて日本時間の8月23日午前4時に行われる。